ここって何かありそうだ。アリオ、なんだろう、よく見えないけど。原初の魔導レンズか。本当にそれだとしたら大手柄ってことに。手柄というか大きな成果ではありますが、確認の必要がありますね。どこかにあそこへ行くための術があるのであろうか。せっかくここまで来たんだ、調べてみるとしようぜ。ん？ここもさっきみたいに？よし、今度は私に任せて。魔導レンズ出ろ出ろ、開けゴマ。あれ？ダメなの？壊れてる？じゃあ今度は俺が。ちょっと、どういうこと？新人なのに生意気だよ。俺には才能があるらしいよ、リャン先輩。行くぞ。閉じ込められた。どうやら歓迎というわけではなさそうだな。さーて、覚悟しなよ。何かが起動したみたいだが、なんか不思議なもんなんだな。今の絵って意味があるものなのでしょうか。風の流れが変わった気がする。どこかに道ができているかもしれぬ。出た。おお、やった。すごいぞノア君、褒めて使わす。ありがとうリャン先輩。注意だの笑った。いや、笑ってない。さあ行こう。
力を。ほら、とどめ。ここは行き止まりか？少し調べてみよう。行き止まりかな。どうもそのようだ。仕方ない、別の。あ、危ない！ノア！セイ！ここはどうやら床が崩壊してここへ落とされたらしい。上はちょっと様子がわからないな。単にまっすぐ落ちただけじゃないようで声も届かない。あ、ずいぶんと高いな。怪我は大丈夫みたいだ。僕もだ。目を覚ましたらここにいたが、なぜ無事だったのかはわからない。俺たち運が良かったんだな。それじゃあみんなを探しに行かないと。君が気を失っている間に少し調べたんだが、どうも瓦礫で閉じ込められたらしい。今は皆が助けに来るのを待つ方がいいだろう。君のセイだ。セイ・ケースリング。うん、セイ。君はどうして軍に？帝国では貴族の子弟が軍に入るのは普通のことだ。不思議かい？そういうもんなんだ。俺の村じゃ軍に入るとか珍しいからな。村を守るために戦うなんてことはあるけど。そうかい。じゃあノア、君はどうして警備隊に？ああ、それは本当のこと言うのちょっと恥ずかしいんだけど。おせっかいでかな。え？人を助ける、その気持ちがどこまで本当のものなのか、それを見極めてみたいと思ってるんだ。そこに価値はあるのかってね。リーンにはそれはおせっかいだって言われてるんだけどね。リーン？ああ、妹だ。そうか。他人のためにか。それじゃあ僕と君は随分と違うんだろうね。そうなのか？僕は自分のために行動する人間だ。自分のために軍に入った。功を立て名を挙げる、それが目的だ。それがケースリング家に生まれた者の務めだ。そっか、家のためか。それって家族のためってことか。どうだろうか。だけど僕にはやらなきゃいけないことがある。それが正しいことだと信じて生きてきたから。
か。正しいことか。それじゃあまずはここから抜け出さないとな。まったくだ。僕にも君にもやることがあるのに、それを終わらせるわけには。何の音だ。あそこ、光が。瓦礫が。でもさっきは全く。わからない。でも脱出できるかもしれない。行ってみよう。ノア。ああ、わかる。敵だ。合流できるまでは二人だ。慎重になった方が良さそうだな。セイ、敵だ。助かったよ、ノア。でも。でも。身を挺してまで僕をかばうのは少しおせっかいかな。ひどいな。ここから上へ戻れそうだ。急ごう。みんな心配してるだろうからな。君は仲間を信じているんだな。ああ、今日会ったばかりだけどね。でも絶対そうだ。え？君らしい。でも、あの女の人、ヒルディさんだって心配してるだろ。彼女はどうかな。だが急いだ方がいいのは確かだろう。行こう、ノア。ノア、実は考えたことがあるんだ。なんだ、セイ。二人のタイミングを合わせて攻撃すれば効果は高まるはずだ。君の攻撃に僕がルーンのタイミングを合わせる。できるか。ああ、大丈夫さ。多分ね。
それで。ああ、早速それを試す機会が来たみたいだ。うまくいったな、ノア。ああ、うまくいくと思ってたよ。なぜだい？俺は君がタイミングを合わせてくれるって信じるだけでよかったからな。簡単なことさ。信じるだけだから簡単？なるほどね。ものがあった。よし、これでいいだろう。行こう。よし、開いた。ここは最初の。でも光が。あれは原初の魔導レンズが起動している。そうなのかな。やっぱりノア、何か変だ。気をつけろ。って